アでアジングを楽しんでいます、はい、よく急流並みの潮の動きがあり、キャスとしてもあっという間にジグヘッドが左右に流されます。このような激しい潮の流れの際の対処法を教えてください。一つにはですね、その関門の場合はちょっと特殊なケースなんですよ。要するに普通下には障害物があって、あの上も下も同じ速さで流れないんですね。下の障害物があるゆえに下に入れてしまうと下の流れが緩いんですけども、関門の場合は結構フラットなんですよ、下が。だからものすごい勢いでずっと流れてしまうんですね。でそんなところにアジつかないんですよ。でアジがつくとこというのはそういった流れが緩んだところなんですよ。だから一つの方法としてはその緩んだところまで流してしまう、どん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 ラインを送っていってそういったところまで流してそこで食わせるという方法と、その緩んでるところを探すという方法ですね。で仮にですね、まあ、普段なら2ノット流れてるときは今回は1ノットしか流れてないよというところだと結構ヨレができるんですね。緩いヨレができる。でそういったものが結構自分の身近にできるならば、そこに入れるよべくアップに投げてそこへ落とし込んでいくというような形をするしかないんですよ。ですからそこの、まあ、ちょっと関門というとアバウトな言い方なんでちょっとよくわからない、僕が知ってる関門というのはそういうとこなんで、僕の場合はそこへずっと送っていくわけですね。で送っていくんですけども、こっち側に投げてこうやって送っていくと絶対こっちへ入ってきてしまうんですよ。流れですからね、どんどんどん流されてたんです。ですからラインテンションをかけずに、まあ、流していかなきゃいけないんで、こうロッドでこうやって送っていくんです。ずーっとこうでこうやって送っていったら、まあ、テンションかかるんで、あの当たり自体が分かるんです、流れてる途中でも。でそういう風な形で送っていくような形をしないと、こうやってフリーにしてこうやって送っていくとボラボラになってしまうんで絶対当たりが分からないんですね。ですからロッドでこういう風な形でラインを出していって、ラインをサミングしながら出すんですけど、こういう風にして、ね、またずーっとこう、これをずーっと繰り返す。そうやって送っていくと結構流れの中で釣ることができます。やっぱりこうまず思いつくことが多いと考えたら、ジグヘッド重くするとかっていうのもあると思うんですけど、まあ、重くするのはもちろんなんですけど、重くしてそこを取ってもそこにアジがいなければ意味がないんで、むしろ流れていくことを考えて、流される方向で流されるスピードを考えてジグヘッドを選択した方がいいと思います。何でもかんでも重くするんじゃなくて、そう流れでどうしてもそこに絶対おるんならいいけど、このな川のように流れてる中にアジって存在しないからね、餌がたまらないから、あいつらのおるとこというのは必ず餌のおるとこやから、だから餌がどこにたまるかをまず考えてほしい。わ、はい、かりました、ありがとうございます。このチャンネルではアジングの様々な情報や新製品の情報いろいろ発信しております。内容が良ければですね、チャンネル登録を皆さんしていただくと非常に嬉しいんでございます。これからも一つよろしくお願いをいたします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。